第22章ユダの自殺。主が死刑にされてしまう。大祭司邸の片隅でユダは自分がもたらした衝撃的な結果に呆然として立ちすくんでいたのです。イエスを亡き者としようとする祭司たちに、イエスを引き渡せば当然この帰結になることは分かっていたユダであったのです。しかし現実に彼らをイエスのもとへ導き、捕らえさせ、連行され、エルサレムの人々からあざけりと虐待を受けているイエスを自分の目で見た時の衝撃は大きなものだったのです。今まで数々の奇跡を行ってきたイエスが、いいダクダクと敵対者の裁きに従うとは思ってはいなかったのです。ユダは決して銀30枚を欲していたわけではないのです。彼は自分の目でイエスが神の子として地上の世界を導いていくのを見ることを渇望していたのでした。ああ、すべては失われてしまった。イエスは神の子ではなかった。イエスが縄目を受ける姿を見て、ユダは激しい絶望に囚われたのです。自分が主を裏切った浅ましい思いや、自分が世の誰からも蔑まれる存在になってしまったとの思いに苛まれ、自分はもはや生きていく資格さえなくなってしまったと思ったのです。ユダは人々を駆け分け、大祭司の屋敷を出ると、暗い道を司祭詰め所へと走っていった。この夜も祭司長は周りにファリサイ派の者たちを従え、そこにいたのです。血相を変えて飛び込んできたユダを見て、はじめは驚き、恐怖の表情を浮かべたが、やがてユダだとわかると、あからさまな軽蔑の表情を浮かべたのです。彼らにとってユダはもはや利用し尽くした道具、自分の主人を売った抱きすべき犬に過ぎなかったのです。祭司長を認めると、ユダは懐から30枚の銀貨をつかみ出した。さあ、この金は返す。俺には受け取ることのできない金だ。祭司長は冷笑を浮かべ、今さら何を言うのか。お前はその金を受け取ってあのイエスを売ったのだ。いや、あの人を売ったのは間違いだった。俺は後悔している。それがどうしたというのだ。そんなことはお前が勝手に悩むことだろう。祭司長が金を受け取らないので、ユダは銀貨を詰め所の床に投げ捨てた。そしてユダは顔を引きつらせて、
しばらく祭司長とにらみ合っていたが、次の瞬間背を見せる。狂ったように闇の中に駆け出していった。ああ、恐ろしいことをしてしまった。あの優しかった人が死刑に。ユダの頭の中に3年間のイエスとの温かい思いや、死であり友であったイエスに対する愛惜の情が駆け巡った。自分が銀30枚で売り渡したイエスが死ぬことで、この世に何の後ろ盾も失ってしまったとの思いであったのです。もはやユダは何も見なかった。エルサレムの城門を出て町を囲む丘に走り込み、オリーブの枝に縄をかけ首を差し入れ身を投げたのです。ユダが祭司長たちに返そうとした銀貨は血の代金だから、神殿の収入とするわけにはいかないと、郊外の畑を買って外国人の墓地とした。そこは今でも血の畑と呼ばれているのです。私は今までイスカリオテのユダを知的で会計能力もあり現実的に物事の処理ができる男だと見てきました。さらに熱心党という政治結社に属しており、ローマに対する独立抵抗運動に加わっていたという経歴から、理想主義的な面と現実的な面を持ち合わせる人物だと見てきたのです。しかしこの経緯から結果まで見てくると、あまりにも自己本位な妄想に浸った小児病的人物だったのでがっかりしたのです。イエスを売り渡そうと思った時には、当然その結果も予測したはずです。裏切るという重大な決意をするには、悪人としての人生を歩むのだと腹を決めてかかるのが大人なのです。自分の決断、自分の行為の責任は自分が背負わなければならないのは当然なことなのです。日本の歴史を振り返ってみても、足利末期、足利将軍家の執事だった松永壇上は足利将軍を殺し、奈良の大仏を焼き払っているのです。織田信長は比叡山の僧兵僧侶たちを伽藍ともども焼き殺している。いい悪いは別にして、一旦男子が決断し行動に移したらやり抜くことに男子の美学がある。イエスはイエスの美学に自分の命を捧げた美しさがあるではないですか。イエスはイエスの信念に自分の命を捧げた美しさがある。お金を返すから僕もう知らないというようなユダの人物像は男ではない。男は男としての気概を持ち、腹を決めたらやり抜く忍耐心を持つことで男だと言えるのだと思った。
っています。志の損するところ愚直に徹す。この言葉に私の信念美学があるのです。どこからの助成も寄付も求めず、助けるものも求めず、何の見返りも求めず、褒められることも求めない。ただ一人黙って歩き続ける、この心が INU 公開講座という授業を貫いているのです。自分が愚直に徹するからできるのです。神が見ているから耐えられるのです。